ジョシア・パトリック・ベケットは、アメリカが州国テキサス州スプリング出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。テキサス州で生まれ育ち、テキサス州スプリング高等学校へ進学。2年時の時には89回を投げ13勝2敗、防御率0.3978奪三振を記録し、ドラフト指名の可能性を探ったが、父は、 彼の人生で最高に楽しい時代を失うかも知れないと判断し、本人の意思で3年次へ進級。3年次には10勝1敗、防御率0.46を記録し、USA Today の高校最優秀投手に選出され、ドラフト史上初の高校生右腕として、全体1位指名が期待された。1999年の MLB ドラフトで、 フロリダ・マーリンズから一巡目指名を受け入団。小学校の入学が1年遅れたため19歳での指名となった。2001年にはマイナーリーグのブレバード・カウンティー、マナティーズとポートランド・シードックスで防御率1.54、14勝1敗の成績を残し、史上3人目となるベースボールアメリカ市と USA トデイ史の両方から、 マイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞した。9月4日のシカゴカブス戦で21歳112日と、球団史上6番目の若さでメジャーデビューし、初登板初勝利を挙げた。2002年は107.2回を投げ113、脱三振と脱三振が、投球回を上回ったが、5月1日から5月14日、6月5日から6月16日、 8月23日から9月11日の計3回故障者リスト入りとなり怪我に泣かされた。以後ベケットは2005年まで故障者リスト入りを繰り返した。2003年はニューヨークヤンキースとの同年のワールドシリーズ第6戦で中3日の当番であったがヤンキース打線を5アンダカンプーしシリーズ MVP を獲得した。2004年は開幕前に サイヤング賞候補の一人に挙げられるも、3回、故障者リスト入りとなり、勝ち星も急に止まった。2005年に15勝を記録。これは、自身初の2桁勝利だった。2005年オフ、マーリンズの緊縮財政のためマイクローウェル、ギレルモモタと共に、ハンリー、ラミレス、アニバル・サンチェスら3対4のトレードで、ボストン・レトソックスへ移籍した。2007年2006年、 16勝33先発20、204.2イニン,ングは、いずれも自己最高、チーム1位だったが、防御率5.01は自己最低、基本類三36は、リーグワースト2位。2007年シーズン終了後に FA となるベケットに対し、球団は7月19日に3年総額3000万ドルで契約延長した。同年は力だけでねじ伏せる投球から、カーブ。 チェンジアップを多く織り交ぜるようになった。スプリングトレーニングで、テリー・フランコーナ監督に、あいつはもう準備万端だ。今年はすごいことになるぞと言わしめた。4月を、ベイブルース、ペドロ・マルティネスに次いで、球団史上3人目となる5勝0敗を記録。また、開幕から5月8日にかけての7007勝は、球団史上4位体。5月13日のオリオールズ戦を4回で降板。 翌14日から右手中指の列勝により15日間の故障者リスト入りとなった。6月14日にシーズン初の敗戦を喫するまでに9勝を記録。初めて選出されたオールスターでは2回を無失点に抑え、勝ち投手となった。両リーグ最多の20勝を挙げ、自己最多の194奪三振を記録。ポストシーズンではディビジョンシリーズ、 リーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズの初戦に登板。また、リーグチャンピオンシップシリーズではレッドソックスが3敗と、負ければシリーズ敗退となる第5戦に登板。ポストシーズン、計4試合に登板し4勝に完封を記録。リーグチャンピオンシップでは MVP を獲得し、自身2度目のワールドシリーズ制覇に貢献した。2008年は、 スプリングトレーニング期間中に腰を痛め、日本で行われる開幕戦には同行せずに故障者リスト入りで開幕を迎えた。シーズン初登板は開幕7戦目のブルージェイズ戦。4月27日のレイズ戦では自己最高の13奪三振を記録。8月29日に右肘いのため8月18日に遡り、故障者リスト入り。 9月5日に復帰を果たしたが、ポストシーズンでは9位がなく14.1イニングで7本の本塁打を浴びた。2009年はシーズンを通じて先発ローテーションを守り、キャリアハイの212.1イニング投げて、同じくキャリアハイとなる199奪三振4完投2完封を記録した。2010年は夏場に怪我で約2ヶ月戦列を離れ、 さらに21度の先発機械で8度の自責点を以上を喫するなど制裁を欠いた。2005年以降続けてきた規定到達を逃し、メジャー定着後最低となる故障、防御率5.23という成績だった。2011年は復調し、シーズン終盤まで最優秀防御率を狙える位置にいたが、最後の2試合でいずれも6失点を喫して、結局5位に終わった。 それでも193イニングを投げ防御率2.93、13勝という好成績を挙げた。2012年は最初の登板となった試合で7失点を喫するなど、不審で21試合に先発して5勝、防御率5.23という成績だった。ロサンゼルスドジャース時代2012年8月25日にジェームズ・ローニー、イバン・デ・ヘスウス、アレン・ウェブスター、 ルビー・デラ・ロサとのトレードで金銭に加え、エイドリアン・ゴンザレス、カール・クロフォード、ニック・プントと共に、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。移籍後は7試合に先発して、防御率2.93と復調したが、シーズントータルでは7勝に止まり、防御率は4.65だった。2013年も開幕から不調。シーズン途中に、 強格出口症候群を発症し、5月13日の当番を最後に離脱、7月10日に手術を受けシーズンを終えた。8回1、3を1失点ながら負け投手となった試合があるなど、不運もあり、シーズンでは一勝もできなかった。防御率も5.19だった。2014年3月19日に右手の親指を負傷したため、15日間の故障者リスト入りした。 開幕後の4月9日にリストから外れた。このシーズンは序盤から好調を維持し、5月25日の対フィラデルフィアフィリーズ戦で349によるノーヒッターを達成。8月中旬に左洋痛で故障者リスト入りした後は、当番がなく防御率2.88ながら6勝6敗に止まった。10月7日に現役引退を発表。 2017年11月11日の未明、低水状態でライブ会場のステージに乱入し、歌手に暴行を働いて負傷させた容疑で逮捕された。6号の長身を生かした直球が武器で、2006年には球速95マイルパーアワー以上の球を1072球、投じたメジャーを代表する速球派先発投手の一人。投球スタイルは全身を、 無駄なく稼働させた癖のないフォームだが、長身であるためリリースポイントが、打者に非常に近く、急速表示以上に感じる速球を投げる。投球の約7割がストレートという、高速球投手。2007年には、速球のみならず、請球重視の方針を取った。このことが彼に、多大な成功をもたらし、同年、20勝を挙げさヤング賞候補の一人となった。 故障がちであったが、それも改善され、アメリカンリーグのみならずメジャーを代表する投手の一人となった。指に肉差しができやすく、シーズン中に肉差しを潰して離脱したことがたびたびある。ありがとうございます。